はい、こんにちは、竹下敦です。昨日ね、ご近所の、コンビニストアにお買い物に行きましたところ、お若い、カップルが店員の方にね、おトイレ貸していただけませんかとおっしゃられたところ、だから今の時期ね、なかなかコロナウイルスがあってコンビニエンスストアの方でもね、おトイレお貸しできないわけですよ。しかし2人ともとても困ってらっしゃったようだったので、よかったらうちでおトイレ貸すよと言いましたところ、とても大変だったんでしょう、我慢してらっしゃったんでしょう。貸していただいていいですかと言われたので、うちのトイレを貸しました。ね、こういったケース結構あるんですよ。亡くなられましたけどね、玉包みの、竹村さゆりさん、そういった方、うちへ来て、夏の暑い日にね、お茶を飲んだり、トイレに行きたくなったらおトイレにお貸ししたり、先日ね、スタジオリバーサイドのご紹介しましたが、基本的に無料です。どなたがいらしても、無料で、うちにあるちょっとマーシャルはお友達にしかお貸しできませんが、小さなマーシャルや、あとご近所のね、音楽評論家のケンジ中島さんがリペアしていただくれた半分ございます。そちらに関しては自由に弾いていただいて結構です。このスタジオリバーサイドがね、音楽の交差点になれば、人間交差点になればいいかと思っております。それでは、かっこいいギタリスト竹下敦がお送りしました。それでは、日曜日、残り休日をお過ごしください。それでは失礼いたします。